五十嵐正は、日本の俳優、声優、静岡県出身、アクロスエンターテインメント所属。高校時代、理数系学科の進学校の授業についていけず、テストを白紙で提出する。五十嵐本人は、テストの内容が難しくわからないという意思表示のつもりだったが、学校で問題になってしまう。これが、きっかけとなり、勉強から逃げるように部活にのめり込む。 全国大会に出場するほど実力のある放送部でアナウンスコンクール全国3位に入賞する。井原氏は部長も務めた。応援団の団長も務めるなど、勉強以外のことに集中した結果、大学には行けなかった。高校卒業後、地元を離れて工場に就職する。職場の寮で暮らしていたが、シフト勤務の関係で夜中に食事を取ることもあり。 そうした生活を続けているうちに、昼夜の感覚がはっきりしなくなったという。今の場所から抜け出し、もっと自分の可能性を信じたいと思うようになる。そんな時に、寮のテレビでアイドルグループが出演するミュージカルを見て、僕もミュージカルの道に進みたいと舞台の素晴らしさに感銘を受ける。会社を退職し、東京の大学を受け直した。役者を志したというよりは、今、 自分がここにいるということを証明したかったと当時の心境を振り返っている。大学では何かを表現したいと考えていたことから劇団に所属する。多忙になったことで半年で対談するが、手伝いで劇団への出演や交流は続けており、舞台について学ぶ。大学時代は芝居付けの毎日だったという。ある人から映画の日本語吹き替えは演じている役者の演技も学べて、 いろんな発見ができる、そういう仕事ができる事務所を選んだらいいんじゃないかと助言されたことから2009年にアクロスエンタテインメントに所属する。劇場アニメ、キング・オブ・プリズム・バイ・プリティリズム・高両港役で声優デビュー。完成した映像を見て共演者と声のバランスがあって、いないと感じて落ち込んだが、自分に足りないものを自覚し、もっと声の仕事をやっていきたいなと思うようになる。 静岡朝日テレビのローカルワイド番組サタハッピー静岡でロンドンブーツ1号2号の田村亮がメインを務めるスケの静岡レンダーのコーナーでレポーターとしても出演している生まれ育った静岡でも知らないことは多くいろいろと発見することも多いと述べている2020年10月2日自身のツイッターで一般女性との結婚を報告した太字はメインキャラクター インターネット配信はインターネット配信ありがとうございます。